母さん色が違うじゃないに対する反応集をお送りします。頑張ってガンプラ全塗装したけどなんかイメージと違うわ。でもやり直しとか面倒くさいからウェザリングでごまかすわ。落としてパーツが折れたはバトルダメージということにするわ。最初からうまくいくなんて考えは捨てるわ。なんか思ってたのと違うけどかっこいいからいいとするわ。これはこれでいいわ。葛藤が感じられるわ。エアブラシは扱いが難しいわ。でも慣れるとめっちゃ楽だわ。コズミックイラの人々がこうやって折り合いつけていればどれだけ良かったか。爆竹で折り合いつけるのは危ねえんじゃねえかな。白がうまいこと塗れないわ。白は下地が明るいと発色の確認が難しいんだ。普通のサフと黒サフを混ぜてちょっと暗めなサフを作ってその上から塗るとうまく塗れるぞ。重ね塗りすぎて厚ぼったくなったわ。サフだけ拭いたわ。なんかもう満足しちゃったわ。デカールがずれたわ。修正しようとしたらシワになったわ。戻そうとしたら破けたわ。積みプラ全部組むのはしんどいわ。贅沢にパーツ取りしてミキシングするわ。ガキの頃の初心者オブ初心者だった自作の練習機体の塗装は見るに耐えないわ。でも塗装がこなれてきた頃に見返すと猛烈に愛おしく感じるのはなぜかしら。改造の参考にホビージャパン見るは形を整える、何々で成形、パテで何々、参考になるようでならないわ。さらっとパテから削り出しとか書いてあるわ。それができるなら苦労しないわ。どんな出来損ないのキメラでも色を整えたらマシになるのに気づいたわ。サフが吹けたわ。下地塗り前に2、3日乾かす。待ってられないわ。ほんとそう、前に2、3日乾かす。待ってられないわ。塗装作業より準備期間の方が長いわ。成形色が全然違うわ。自分で塗り直すしかないじゃない。たくさん塗装したくないから似たような色のパーツ同士でミキシングよ。かっこいいわ。そして今だとかなり贅沢なミキシングだわ。そんな時はシンナーブロよ。溶剤につけて拭き取るだけで塗料が落とせる。パーツが溶けたわ。割れたわ。これもダメージ表現だわ。素組みの上からプレミアムトップコートだけ拭いてもいい感じになるわ。筆塗りは設備投資のハードルは低いけど要求されるスキルはめっちゃ高いわ。工程はどうあれ、楽しんだもん勝ちだわ。合わせ目が消えないわ。削ってサフ塗ってまた削っても消えないわ。被弾加工が思ってたのと違うわ。パネルライン追加失敗してとんでもないことになったわ。デザインナイフを滑らせて血を拭いたわ。斬新なウェザリングだわ。エアリアル最終話しようじゃん。エアブラシに装填した塗装液の濃度が薄すぎて流れていくわ。今度は濃すぎて吹いたところに塊になっていくわ。エアブラシで濃すぎるとよう吹いたらスパイダーマン見たくなったわ。右足の幅増しはうまくできたわ。左で失敗したわ。欲しいキットが定価で買えないのよ。メルカリでパーツ単位やまとめ売り買った方がお得だわ。増殖した塗料が切れたからまた混ぜたらなんとなく前のと違うわ。やっと全パーツ塗れたわ。生乾きを触って指紋がついたわ。同じ名前なのに水性塗料とアクリル塗料で色味が違うわ。同じ名前でもメーカーで色が違うわ。落としたらヤバいパーツに限って落とすわ。いざ完成して機材片付けてしばらく経ってからなんか違う気がするわ。設定に合わせて作るのは難しいから作ったのに合わせて妄想設定だわ。初心者に塗装なんてできないわ。とりあえず組み立てればよしで許してもらうわ。いいのだ。作るだけ積みを増やすだけの中級者の万倍マシなのだ。プラモは持ってや嬉しい。ただのコレクションじゃない。ガンプラは組み立てなきゃ。高い金かけて買ったのは作るためでしょ。プラモは寝かせると味が出るわ。この前は積んでから2年もの置くんだわ。とりあえず黒で墨入れしたけどなんかくどいわ。グレーにしておけばよかったわ。パーツがどこか行ったわ。本来の用途じゃないけど食器乾燥機に助けられたわ。なぜかプラモコーナーに置いてある食洗機じゃないか。食器乾燥機として使ったら喜ばれたやつ。食器乾燥機としてはうまく機能しないやつ。というかパンの発酵にも使える菌が増殖しやすいという割と致命的な使い方も発見された模様。それが本当なら山膳はやりやがったってことだ。お湯丸くん茹でるのに使ってる電気鍋も山膳だわ。メーカーのやけくそ気味な紹介文にクスッとなったわ。素組みでも機用努力のパーツ着色のおかげでそんなに悪くない気がするわ。素人の塗装より企業が努力した結果の成形色の方が色が綺麗だわ。でも塗装する工程も好きだから自由に作るわ。甘やかしすぎて後はめできないからクソとか言ってくるやつがいるわ。客層が違うわ。どんどん甘やかしてちょうだい。塗りがおかしいとかパーツが壊れたとかは味で済ませられそうだけど指紋だけはどうあがいてもダメっぽい気がする。旧ハイグレードストフリなんかぶっさいくな上に汚ねえ関節だわ。そいつは当時の平均レベルと比べても出来がよろしくないからな。特に同じハイグレードのデスティニーが出来が良かっただけに余計にひどく見えるっていう悲しみ。ハイグレードデスティニーは当時としてはかなりいい出来だったな。ハイグレードストフリは
あれかっこよくできる人は相当なレベルの人だと思うわ。旧ハイグレードのストフリって当時のホビージャパンとかの作例とかどうだった？かなり大幅な改造とかしてた？ホビージャパンはどうだったかな。でもこいつの雑誌の作例はかなり手を加えてるのが多い印象はあったし、結構いじってたんじゃないか。ドラグーンのエフェクトパーツ、あと2つつけてよ。完成して何日も経ってから合わせ目消したところが引けたわ。プレバン争奪戦に勝てないわ。モデラーを甘やかす母親はありでも、財団 B を甘やかしてはいけない戒め。いやさぁ、クリアカラーなんてバカにしてたさだがねー。いやぁ、味わい深かったって感動したー。唐突なジョナサンデクサ。最近のガンプラは色分けすごいから墨入れで満足するわ。この塗料なんか違うわ。別の塗料を買うわ。塗料瓶がいつの間にか大量だわ。設定通りに塗ったわ。なんかこれなら艶消しだけでよかった気がするわ。そんなことないわ。それはあなただけのガンプラよ。安全な場所で爆竹を爆発させる。部分塗装どこにどう入れるか考えるの楽しいわ。作業まだ始まっていないわ。部分塗装いいよね。水星系のキットとか作画の都合で差し色控えたんだろうなっぽい部分結構あるから、そういうところ適当に塗るだけでも楽しい。SD ガンダムの三国伝とかシルバーのマーカーで適当に色塗るだけで俺だけのガンプラの出来上がりだ。見本通りの色分け不可能に決まってるだろ。頑張ったけどイメージと違うわ。捉え方は自由よ。あなたは彼らのカラーを変えられる立場にある。その意味ではあなたは正しい選択をしているわ。リアルグレードクロスボーンのコアファイターの先端がどこかに飛んだわ。目の部分のクリアパーツの上下が肉眼じゃ何度見てもわからないわ。もう完成済みモデルを買うわ。ブランドが多すぎるわ。いいと思うわ。何も作れないって言って、何も買わなかったらもっと何もできないわ。 G ガンの頃に144分の1組み立てた後、ガンプラから離れてエイジの時に初めてハイグレードを手に取ったけど、色分けも稼働も全然違うわってなった。ブンドド派だから子供の頃に作った機体が現存してる話に驚いたわ。パーツを落としたんだけど、どれだけ探しても見つからないわ。パーツ請求を出した次の日に見つかったわ。頭コズミックイラの母親は来すぎだろ。しかも全体的には優しいこと言ってる方が多い。店員に勧められたアルティメットニッパーを使ってみたら断面が綺麗で驚いたわ。不注意で落として歯が欠けたわ。サーフェイサー増えたところでめんどくさくなったけど、本体色が灰色のゼータプラスだからもうこのままでいいわ。実は気がついたらビプラばかり作ってるわ。なんか女性言葉というより大阪のおじさんみたいに見えてきた。最初は母親のダワに聞こえてたんだけど、だんだんおっさんのダワに聞こえてきたわ。もはや型の決まった構文というより、あらゆるものを取り込み自由にネタへ落とし込む無形の概念とかした母親とかいうワード。今回は以上になります。動画制作のモチベーションになりますので、動画が面白かったと思う人は高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ガンダムファンのガンプラファイトに対する反応集をお送りします。ガンプラファイトレディーゴー。三代目名人はいいぞ。主役してる外伝も面白い。作りたいガンプラのコンセプトとかある？航空機をガンプラで作りたいのですよ。自分 FPS の近接戦はあまり得意ではないので、航空機のレンジで戦いたい。最初にこれ作るって明確な目標というか着地点がないとずっと完成しないからな、ガンプラの改造って。ガンプラバトルいいよね。技術力の高さと大人の財力を思い知らされるな。何度見ても笑ってしまう。デカすぎんよ。言うて本当に超大型 MA とかが言うようなら、もう少し参加者にいてもおかしくないのに、カイザーとチョマーしか MA 使いはいないんだから、やっぱりカイザーがイカれてる。なんだよこれ。これに艦載機としてザンスカール製 MS がもちろん大量にあります。バカと冗談の総動員だよ。これを完全マニュアルで艦載機含めて制御してるの人間やめてると思う。氷の空母は試作までされたけど、もろもろの条件が変わって不要になったのよね。ハボクック。まあ、S レにあった氷製のモビルスーツについて、ハボクックみたいに氷河をそのまま使うみたいなことができない場合は無理なんすよ。どうしても宇宙でそのサイズの氷があったらもうコロニーの水になるので。航空機といえばゼータガンダムにミリタリー要素マシマシにしたようなノリが好きだった。ゼータガンダムをベース機にしても面白そうなんだけどな。スレ主のイメージとは違うかもしれないけど、こんな感じかね。でも失敗したな。完成品の答えがもうあるのか。独自ルート、それこそステルス機にするしか。あくまで参考になったものであって、主が作るガンプラとは別物だから、あまり気にしない方がいいような。ガンプラも長く続いてるコンテンツだし、オレガンのコンセプトが被るなんてよくあることよ。いっそのことしか変の航空機を作るか。
客式のフレキシブルバインダーとセイバーのキャノンバルカンはどれにしよう。 75mm があるぞ。それにビームバルカンだって。ガンダムやジムのバルカンって毎分648くらいの発射速度らしいけど、それと同サイズロボ 20.3m の大口径武器で毎分8000発って実はめっちゃすごい。実質相談はあって1200くらいだと思う。頭部だと多分400入るか怪しいから、本当に1秒2秒飛んできたミサイルに当てるくらいしか使い道が。 90mm ならどんなモビルスーツの装甲ビームシールドやタネキには無理そうだけど、でも抜ける。改めて考えると宇宙世紀でよく見る 60mm の頭部バルカンってやっぱり口径でかいな。だからバルカンは後付けポットにして基本装備から外す方針なのも増えた。そうか、から見ての盾みたいな機種にして 36mm チェーンガンを2門付けりゃいいんだ。そうすりゃあの盾のサイズに収まる弾倉だから1万2000発かけるには入るな。考えるだけでも楽しいな。機種に機銃は初代のコアファイターやアリオスガンダムっぽいな。昔のレシプロも確か 9mm とか 7mm 機銃が機種にあったな。 36mm チェーンガンってモビルスーツの規格にあったか。マブラブの戦術機のチェーンガンじゃね。ガンダムで 36mm ならメッサーの 36mm ファランクスがあるけど、個人的にはゼータを完全なフライングボディにしてみたいなぁと思っている。あとゼータとかミーユのイメージがなぜかカワセミなんだ。翼を伸ばすみたいな改造かなぁと思ったけど、動画広いから揚力はあるのよね。 Z ガンダムのミリカは SD だから成功してる説を押す。ソイヤビルド系の二次創作小説笛吹さんでマクロスのバルキリーをフルスクラッチで作って対戦するやつがあったんだが、作中の設定によるとミサイルもフルスクラッチすれば軌道を自分で打ち込んで坂のサーカス再現できるらしいぞ。これって実際のガンプラバトルでも反映されるんだろうか。待てよ、ジェット機だとマッハ 1.3 以上なわけで、モビルスーツとの光線速度がそもそも違うから、スレ主の考えてるガンプラがロールアウトした場合、宇宙世紀組は100年以降にしないといけないし、アナザーもついてこれる機体だいぶ限られるぞ。戦闘速度が MS 基準と戦闘機基準じゃ違いすぎるんだ。アナザーでも00のキュリオス組とランザムでようやくじゃないかな。水力もだが空気抵抗とか G もあるからね。完成制御してくれる GN ドライブは偉大よ。だから GN ドライブもありなんだろうけど、工作精度が要求されるなんて言われるとだいぶやりたくない。そこはトランザムだけの話だから、普通に GN ドライブ使う分には問題ないはずだよ。ミノフスキードライブも完成制御してるはず。ちなみに完成制御で機体にかかる慣性を10分の1にするってことは、何もしないで機体剛性が10倍になるということなので、完成制御持ってない技術体系で完成制御してる技術体系相手にするのは事実上不可能ってぐらいにはクソ技術。基本人型の MS は空気抵抗がやっぱいから、クシーガンダムとかペネロペみたいにミノフスキードライブで無理やり空気抵抗軽減したりしないと音速出せないのよ。可変機はブースター増設とか、それこそマクロスのバルキリー、はい、覚えていますかでやってた増設の核エンジン。完成制御と超高速と縮退路は SF の3大チート技術全部盛りしてる。炎のガンバスターは無敵だ。ガンダムでも縮退路はターン A ぐらい、完成制御は V ガンとか00とか、超高速は00クアンタぐらいか。もしかして、あ、リゼルの翼をボアチュールユミエール付け替えてカットバスもありか。変形させないなら、から見ての盾を機種パーツに移植して、あとは戦術機の 36mm 突撃砲が入るかだな。そこさえどうにかなれば。ユミエールの翼にするとしたら何を取り付けるんだ。ストフリドラグーンなし VR か、デスティニーか。音速の向こう側目指そうとしたら、機体制御がとんでもねえことになる未来しか見えぬ。コラみたいなの欲しいな。翼の切り取りは無視して、どんな見た目になるのか気になる。まあ、ただモビルスーツが出てきて戦闘機は戦場から減っていったと考えると、超スピードで飛べるというだけなら意外となんとかなりそうな気がしないわけでもない。それこそ速度だけならマッハ5出せる。ドップが風も叩き落とすように叩きのめされるわけだし、ああ、それこそ近距離ミサイルの射程内までレーダーにも MS のカメラにも映らないステルスを搭載すればいいんでね。ほら、うってつけの技術があるじゃないですか。ミラージュコロイドって言うんですけど、ミラコロすると防御面がなあ、消えるとわかってるなら避けようがない弾幕貼ればいいとか、消えるなら色塗ってしまえとか、色々対処しかねんのだ。一芸特化と考えると面白くはある。一応技術発展で PS 走行とステルスの併用もできるぞ。クソ燃費だけど、あとどっちかというとスラスター周りでバレそうだからね。デスティニー見たく照準素材とかに振った方が良さげ。
デスサイズのハイパージャマーシステム使ってアクティブステルスとかもありかも。デスサイズほどの隠密性はない代わりに戦闘機の高速戦闘に対して、照準を撹乱して速いのとステルスのせいで照準が追いつかないみたいな。ミノフスキードライブ積んで V の字の残光を残して消えるのもいい。楽しそうだけど降臨残したいからフォトンビット用に機体下部にレギルスシールドマジで値段考えたくねえな。そんなもの気にしたらガンプラなんて作れないよね。オジオングを2機買ってしまったアホ。別に他からパーツ取る必要はあんまなかったり自作できるならだけど、あと奉仕ビットは一応ギラーガ式とかレギルス R 式もあるで。V にはアサルトバスターのクリアバージョンがガンダムベースで売ってるから比較的入手しやすい7尾光の翼。V2 のチェストフライヤーをデルタプラスの足外して空いたスペースにガッチャンコしてパテで隙間塞げば推進機確保できるし、なんだったら戦術機の跳躍機を移植すやラプターのベクターノズル的なことはできるやろの精神。今んとこ航空形態仮軸だけど MS 時はどないすんやろか。FPS の近接が得意じゃないので MS への変形はちょっと諦めてる。航空機みたいな平べったさならデルタプラスベースでは変形しないとなるとこれ系統が近そうですね。思い立ったら即行動行ってくるか。ビルドファイター見てたらプラも買いたくなってきたもあるが、行動力の化身。ガンプラ界の技術的得意点に対する反応集をお送りします。こいつの前と後じゃ完全に別世界だった。こいつとエイジワンはおかしいレベル出たわね。そのせいで何年もすられ続けて、でも大人気で売れるやつ。バリエーションもたくさんあるの優秀すぎる。これのイメージしかない。このキットそんなにすごいやつなん。造形やら可動域とかがここからグッとレベルが跳ね上がったのよ。正座とか片足立ちとかハイキックとかいろんなポーズ取れるぐらい可動域と保持とバランスが良くて、かつ店によってはワンコインぐらいで買えたからな。ガンプラに限らず海老川さんがガンダム商品に与えた影響は計り知れない。立体化まで考慮したデザインできて監修までこなせる傑物。当時としてはすごいけどさすがに今の時代から見るときつい。なのでリメイクはよ。ダブルオーダイバーやスカイから逆流用できるでしょ。そのダイバーやらスカイやらがこいつの流用でできていると知らないのか。股関節の三軸可動が革命的すぎた。バウとかバスターとか三軸可動は前々からあったけど本格的に使われ出したのがダブルオーの頃からだったね。現行キットもこいつの延長線みたいなもんだもんな。小学生の頃だったけど、四股踏ませたり正座させられたりの可動域には感動した。おっさんの昔語りかよ。キットだけで言うならこの頃が一番よ。商用規模としては今の方がでかいんだろうけど、2010年前後は急激なクオリティアップの連続で楽しかったな。レギュラーも多くてユーザー熱が高かった。キットの進化の繊維としても多分一番感動してたと思う。ダブルオーガンダムほど立体物で遊んでて楽しいデザインなかなかないわ。ガンプラも完成品も動かしててすごい気持ちがいい。エイジワンでさらに良くなるのすげえ。シンプルで色分け良くてよく動くはいつでもツイーからな。フルグランサの方もいい。設計的な意味でも相当な進化を遂げてたエイジワンにプレイバリューを持ってくるフルグランサには困るわ。フミナパイセンとかユーザイダンビーのドル箱。よく最初のあのクオリティで見切らず、今のレベルまで進化させたよ。ボロクソ言いながらも買い続けたモデラーたち正直すげえと思う。星野フミナ、彼女の頑張りがなければ今のバンダイのビプラブランドはなかった。HGUC もこの辺りで急激に進化したよな。ダイバーアークですらこいつベースのキットだけど割と新規部との齟齬をあんまり感じないのすごいと思う。メディア展開なしで売れる玩具のブランドがないのがバンダイの長年の悩みだったのにあっさり達成できちゃったからな。カップヌードルのプラモで主要してナドレの紙とかに生かす変態企業だからな。こいつと近い時期の HGUC って逆シャー系やケンプファーだしクオリティ的には値段分の満足感あったと思うが、エイジワンとダブルオー2機からポリキャップ規格が変わったからバチクソに動くんよね。関節がいかれやすいという弱点はあれど当時マジで革命だったからな。こいつもターニングポイントだと思う。 HG ブランドガングから模型に押し上げた傑作キット。ダブルオーは急激な進化で今になったらエクシアの作り方が古臭く感じるレベル。ちょっと前に出たばっかなのに AGE 時代のプラモは大体全部エグい。エイジ系特にガンダムやら地球勢力系の何がすごいって元々のデザインの影響で肩がアストレイと同じタイプの二軸可動なもんだから、前後スイングと怒り型、撫で型にする可動がほぼ標準かつ接続が 3mm 軸でオリジナル手足が作りやすいんだよな。最近のボールジョイント式肩関節も自由自在に肩角度変えられるんだけどボール系が独特なもんだからオリジナルで作って接続が地味にめんどくせえのよ。
00はデザインの時点でキット化した時の関節構造や干渉もうまいことやりやすいような形になるように考えられてたのも大きい部分ではあった。HG エクシアってか001機のキットも何とぞリメイクを関節がすぐ摩耗してへたれるし稼働もしょぼいしデザインもちょいとバランス悪いからさすがにきつい。エクシアはここ数年 MG デバイスエクシアで銅賞か銀賞取った人のやつが理想の体型バランスしてたからあれ参考に HG や MG でリメイクしてほしいんだ。3年後の00の20年記念か何かでリメイクしてほしいよね。エクシアは元デザインがシンプルかつ稼働考えられてるからエントリーグレードあたりに来てもいいと思う。武器も GN ソードとシールドだけつけといてくれたら EGRR の GN ブレードとビームサーベルの刃は HG から持ってきてねしても十分満足できるし。ビームサーベルの刃は HG にもついてない定期。エクシア発売したての頃は板状のビームサーベルの刃自体が存在してなかったんだよね。あれそうだっけ？って思って調べたら昔ながらのグリップ一体型の真っ白サーベルだったのね忘れてきてたわエクシア系派生キットでサーベル陣ついてたのってアストレア F2 くらいだっけ ?HG アストレア F はエクシア派生のアストレアさらにベースにして派生させた機体だから色違いだけどエクシアの武装類大体ついてて F と F2 コンパチやエクシアのタケノココーンついてくるのもあって公式の説明以上に大量の武器類がついてくるようキットだったなあれの武装パーツだけでいいから全部取り付けできる新 HG エクシアとか出たらアップデートするんだがな。001機系はバーチェ以外のガンダムやチェーレン系以外基本細くてポリキャップ仕込みつつスタイリッシュにするのが大変だったって察せられるけど、今の 30mm や EG、ファインビルド HG での技術蓄積を活かした KPS のポリキャップレス関節にすればそこら辺かなり解決しそうだしね。でもガンプラってこれ以上はさすがに進化せえへんやろって言われながらも毎年進化してない？その分お値段やパーツ点数が昔より多くなってたりはしてるけど。肩周りの三軸可動がデフォになった種子流星画とかはだいぶ HG にしては値が張る感じよ。ガンプラに限らずバンダイプラも全体がそうだぞ見てくれよこの FRS ウルトラマンブレイザーの変態みたいなランナー。00の20年記念待って。待って脳が追いつかない。00は今年で17周年なのだ、ふはは怖かろう私も怖い。あと最近と言ってるダイバーエースも6年も前のキットだ。しかもビルドストライクガンダム発売が11年前つくづく時の流れというものはどしがたいな。ビルストのランナーも実は流用されまくってんだよね、ビルストスタビルスタビルララコって流用されてるのもあるし。ビルスト HGCE ストライクの流れからの HGCE ダガー L ストライクダガーの流れもある。一期勢はリメイクしてほしいけどアナザーで唯一量産機が活躍して人気も高いシリーズだからガンダム系だけリメイクして終わりってされるときつい。割と真面目にフミナパイセンの立体化で島田文兼ガルパンやスト魔女のキャラデザインとか FA ガールの人を引きずり込めたのが強かった。あの辺からの流れかフミカネデザインをバンダイプラモ関連でちらほら見かけるようになって 30mm の方で戦車や戦闘機のデザインなんかでも見かけたりするようになったし。バンダイのフィギュアキット特に顔面造形のターニングポイント造形をアルターに外注したおかげもあって組んだ後の見栄えはピカイチ。何よりほぼ7分の1スケールのちゃんとした造形のキャラクターフィギュアが未塗装とはいえ約7000円で手に入るのが頭おかしいんだ。ちなみにそれのフリフリ衣装の造形技術は後のシャニマスシスターとかの衣装とかに技術が活かされてるらしいぞ。00はよくわからないけど見た目の武骨さからジェーレンを気に入ってる実際のプラモデルはできどんな感じなの？HG は超がつくほどの傑作キット全関節にポリパーツが使われてて稼働も良好で耐久性抜群 ABS、KPS ともに不使用だから放送当時は改造のネタとして大流行した。100分の1も重量に対して股関節が緩いことを除けばほぼ完璧と言っていい出来だよ。出来とはちょっと違うけど、ジェーレンを組んでみると後のジンクス、アヘッドと構造上の共通点が見られたりと。設定と同じようにジンクスやアヘッドはジェーレンを元にして設計されているんだなというのがよくわかる。00は1機終了から2機開始まで4年経過してる設定だけど本当に4年経ったんじゃないかってくらいプラモの出来が良くなったもんな。そういう意味ではエクシアリペアにも古いキットを新パーツでアップデートっていうのが劇中再現してていいよね。そんな、僕なんて。に対する反応集をお送りします。他の機体より小型かつ軽量で、ちょっと強めなビーム砲2機搭載してて、頑張れば少しだけ動きのスピードを上げることができる程度のなんてことないごく普通の MS ですよ。お当時最新鋭のクロスボーン相手にビームシールド2つとビームサンバーでようやく防ぎ切ったビーム砲持ってるやつが何言ってるんだ？
小柄なのはいいけどビームは強力すぎるじゃないですか。早く動くと装甲がすり減るじゃないですか。兵器としてどうなんですか。そこら辺性能引き出せれば金ケブをしてクロスボーンガンダムでも勝つのは厳しいと言われてるじゃねえか君。おう、あのデスティニーの化け物分身の元になったやつが何言ってんだ。本編だとかなりガタが来てるのにあの戦火だからな。バイコン非搭載の俯瞰全体とはいえ大戦火上げてガッタガタにしたベルフって何なの。何って、ただ F90 と F91 を乗り分けて第二次オールズ戦役でゲーム内だけど大して役に立たない味方を孤軍奮闘で支えつつ敵組織をほぼ壊滅に追いやったあの時代で最強格のパイロットだが、ゲーム的都合かと思ったら漫画的にマジで撃墜しまくったっぽいの草。マイカーおじいちゃん泡吹いて倒れちゃう。曲がりなりにも量産となる搭載譜の紐が固くなる連邦軍に少数とはいえ量産させたのはすごいと思うよお前。まあ、もともとあの頃の連邦は F80 とかいろいろ量産してた時代だし、初代の乗り手があのです、ガンズ。シールド2枚を敵の車線上に投げるなんて動作想定されてないだろうからパイロットの手動だよねあれ。金ケブだからギリギリ勝てたんで本来クロスボーンじゃ勝ち筋ないんじゃないかな。水力とか出力で見れば断然黒ボンだけど近接に振りすぎてて前自在なお兄さんと相性最悪。金ケブさんの発言と本編のシールド2枚プラスザンバーでようやくガードを見るたびに黒ボンにベスバーを外付けでもいいからつけなかったのなんでなんってなる。なるべくパイロットを殺したくないって方針にベスバーは強力すぎるってのはあるかも。あと外付け式ベスバーがサナリーしか作れなくて開発元バレ防ぐ意味もあるかもしれない。能力引き出せるパイロットが少ないというひどい弱点。最大稼働したお前と対マンしたらオカルト抜きで確実に勝てるの V2 くらいのくせに何言ってんだ。量産された F91 テハリソン以外は性能引き出せていない宝の持ち腐れなんだっけ。今のところネームドだとシーブックとハリソンだけなんかな。 F91 乗り鋼鉄時に乗ったミッチェル、ドレック君がいる。 F91 の MEP 発動させてベスバー叩き込んでバイオノを乗ってる右手を半壊に追い込んだ。反撃で死んだけど代わりに師匠であるミノルがとどめを刺した。ベルフがいるぞ。歴代の連邦軍人の MS 撃破スコアに名を連ねた。パイロットがパイロットとはいえ C ブックとバディ組んでたった2週間でラフレシア撃破してみせたやつが何か言ってらー。このおじさんが娘と遊んだりせずに最初から真面目に戦ってたら F91 に MEP を発動させる暇も与えずに間違いなくカロットラフレシアは楽勝だったろうからな。 MEP 発動してもその場に止まって迎撃したり追いかけっこしたりせずにこんな感じの遠距離戦に切り替えてたら勝てたろうからな。どうもごく普通の MS です。パチモンじゃねえか。ちゃんとベスバー持ってる僕のどこが裏取引で提供されたデータから試験用に作られたパチモンだって言うんですか。じゃあ切り離して運用やビームの速度調整とかできる。切り離し運用は無理っす。速度調整は余裕っす。なんならば機体スペックもいじれてそれを単一に特化させれば F91 すら凌駕するっす。公開されてるデータにある F91 のベスバーよりも威力も出力も上っす。ビームキャノンもおまけでついてるっす。買いになれば GBRD 機能搭載で高出力スラスター分ユニットになってさらに威力も上がるっす。キャノンの代わりに威力と連射性高めたライフルにして隙も潰したったっす。ほなベスバーちゃうか。GBRD になったのならコンデンサーはなくてもジェネレータ内蔵されてるから外してもそれで強引にベスバー撃てるんじゃね。あのファントムですらベスバーは反らすのが精一杯とかいうか浄化力。量産 F91 のベスバーも防ぐにはビームシールドにサーベルで覆ってそれでもカメラがお釈迦になるという。普通の実体シールドやビームシールドでは防御深いフィールドの嵐をまとったなんて言われてるファントムですら反らすのが精一杯なので。普通のアイフィールドだと反らすことすらできない可能性があるのでこいつに狙われる回避以外に防御する方法がないのマジで怖いんだよな。UC エンゲージで F91 が戦ってるけど C ブックほどの腕とバイオリズムが合えばある程度の火力向上さえすればザンスカール相手でもやれるもんなんだよな。 F91 の機動性クロスボーンで傑作量産機のゾロアットは機動性がわずかに劣る程度だからナートの時代ほどコクピット周りや操縦系の恩恵で量産機がハイエンド機に追いつくが、ハイエンド機は新しい技術革新でもないとなかなか上限が伸ばせない。F91 時代のジェガンなんて30年以上のロートルだけどスペック数値だけ見るとニューガンダムを超えて一部はシナンジュに匹敵はしていた。そのスペック小型軽量化パワー増加したのがヘビーガンで、ヘビーガンだとパイロット候補生でしかないビルギットや、コロニー在住の一般ヘビーガン乗りでもベルガ系と戦えてる。
シルエットフォーミュラのアナハイム、お前さあかんいいところマシンのデザインが本家よりちょっとかっこいいくらいだぞ。ただ設計データ手に入れたら本元と遜色ない機体とそっから進化系も作れちゃうから老舗はさすがだなってネオガンミタ F91 チームの主任から褒められてたよ。シルエットガンダムはともかく G キャノンマグナとハージガンはぶっちゃけ傑作機だぞ。楽して既得権益を維持しようとなめ腐った態度でヘビーガン出してサナリーに負け、そこからグダグダ集体を晒してシルエットフォーミュラ計画に至ったあたりはさすがに荒れすぎたけど、そこを通り過ぎたネオガンダム以降はなんだかんださすがはアナハイムだなってなるんだよね。サナリーもサナリーで潔白から程遠い上に根本のパワーが足りなくて生産はアナハイムに頼ることになったし、これに関しては会社の性質に加えて企業規模が違いすぎるから仕方ないが、東洋データありとはいえヘビーガンとそこまで遜色ない製造コストで F90V 並みのスペック持つハージガン開発したりジャベリンを正式採用させて量産してたりとさすがのアナハイムなんだよな。コストダウンと大量生産のノウハウだけはサナリーじゃかなわないとこある。なんで10年後の格闘機と同等の機動性持ってるのにおかしな火力のビーム持ってるんですか。ハリソンの量産型 F91 回収型とはいえ最大稼働まで行くと当時のオーバーテクノロジーに足突っ込んでるディキプスすら翻弄して背後からぶち抜けるスペック。ネオガン君コンペ内定もらってたはずなのに歴史弱採用っぽくて栄誉しのは悲しい。ネオガンダムは間違いなくアナハイム最高傑作の一つ。 V と V にはサナリーとリガミリティアとの共同なので除外だけど、いかんせん不幸な事故があったから仕方ない。本当に仕方ない。鋼鉄の7人の時はアナハイムが勘違いしないでよね。神の雷計画潰すためだからねって言ってネオガン回してくれると信じてたようで、そもそも 2km あるコロニーミラーの3分の1消し飛ばして、コロニー壁2枚貫通して、反対側のミラー消し飛ばして、その先のラー、カイラム級を化するだけで合金させる G バードなんてやべえ武装を誰に向ける気だよって状態だし、これが戦争中なら間違いなくネオガンダムに軍配上がったかもしれんけど、 F91 に関しては10年後には近代偉人として本に載るレベルで活躍したシーブックの影響あると思う。ジオンが大暴れしてた時代ならともかく、戦争の規模が小さくなった F90 以降じゃ過剰火力もいいとこだな。ただ、ラフレシアみたいなデカ物はちょくちょく出てくるからオプション装備としてならありかも。ベルフさんゲームの都合上で何ゾンとベルガダラスバッタバタと撃墜してるけど、実際あんだけ MS もパイロットもなくしたらクロスボーン軍傾くよな。お前空飛べるのか飛べないのかどっちなんだよ。 UCE のムービー見て。シードの機体ってリアリティないよねに対する反応集をお送りします。シードは最初から見栄え重視のスーパーロボット路線だろ。そもそもフライトユニットつけて全機自由に飛行してる時点でリアリティもクソもないよな。かっこよけりゃいいんだよ。ガンダムにリアリティ？二足歩行のロボットでリアリティとかある？宇宙世紀がリアルロボットみたいな論調やめろ。ガンダムは人間ドラマにリアリティがあるってだけでモビルスーツの設定はその世界でも説得力あるファンタジーぐらいがちょうどいい。リアルロボットの意味を勘違いしてるとか？ガンダムはその走りではあるけどロボットとしてはスパロボ寄りなんだよな。フェーズシフト走行もファンタジーだろ。そもそもガンダムの時点でリアリティなくね？初代のおっちゃんなんてフライトユニットなしでドップ空中戦で撃墜しまくってるという事実。ミノフスキー粒子でほぼ解決してナノマシンが全てを分解する世界でリアリティとかなんやねん。何回言い訳してるようで論点ずらしてない？ガンダム自体ファンタジーなのにシードも他のも変わらんって言ってるだけだろ。直撃したらぶっ壊れるのがリアリティがあるって時代はとうに過去のものだからな。リアリティなんて一部の1年戦争外伝ぐらいにしかないだろ。ニュータイプってなんだよ。初代の頃からスポンサーの意向で変形合体させられたり中身空っぽな G ファイターとかでリアリティもクソもないだろ。まあでもシードシリーズがガンダムの中でもリアリティよりヒロイックに寄せてるのは事実だろう。冷静に考えたらこれやってる間に攻撃されるだろっていう謎決めポーズとかくるくる謎の回転とかやたら多くて無駄に見えるかっこよさ重視の武器構えモーションとか。冷静に考えたら OS で動くロボットにフルマニュアルの方がおかしいというか。リアリティがないって結局、想像力に乏しい人の呪詛でしかないからな。マーケティング上の正しさとか作品のこの世界ではこうなってるとかを理解できず考慮もできないかわいそうな人が、自分の哀れさを認められずに嘆いてるだけ。それは極論だろ。リアリティを言い出したら、ロボットの荷重による自己破断や地面の陥没とインフラ破壊、スラスターの作用反作用の整合、地上での噴射による火災や人身事故、人の前に降り立つ時点でヤバい。
宇宙船のスペースデブリによる事故の多発も描写が多すぎて物語どころじゃなくなるからな。そういうものと割り切って気楽に楽しむのがいいよね。これに関しては福田監督の絵作りの影響だと思っている。 OVA シリーズはあまりそういう印象はないので、天道を作ってた人だしな。リアリティなんて想像力のないアンチが作品けなすための文句でしかないぞ。竜王のお仕事を見ろ、当初はリアリティがないとボロクソに叩かれてたんだぞ。現実が超えてくるのはちょっと聞いてないかなって。まずどこで誰が言ってたんだよ、初めて聞いたわ。割と昔のガンダム関係の掲示板やまとめサイトで言われてたことやね。ファーストガンダムからガンダムはスーパーロボット定期、ケレン未重視で理屈は後付けって演出は福田監督も意図的にやってるし、リアリティのあるガンダムがかつてあったということになるが何さね。リアリティの定義にもよるが、少なくとも08小隊とかはシードシリーズよりはリアルに寄ってると思うぞ。人型ロボットがいる時点でファンタジーだよ。そもそも人型ロボが堂々と重力化カッポして激しい戦闘できてる時点でリアリティもクソもないんだよな。ガンダムイコール SF 失格。こいつらがいるのにシードがリアリティないと言われてもな。むしろこいつらこそリアリティないファンタジーよりの象徴では。リアリティというかジャスティスはリフター倒すときに砲とアンテナが干渉するデザインなのはどうかと思う。リアル路線で行くからビームサーベルでつばぜり合いはしないとか機体重量を重くするとかやってるのがちぐはぐなんだよ。リアル路線で行くってザク出したのにスーパーロボットのガンダムは。ガンダムでリアリティなんてトンチキな考えは G ガンダムでも見て捨てちまえ。というか今さら SF 警察みたいなのがガンダムが SF 的にとかリアリティがとか言ったところで哀れまれるのが関の山でしょ。ほっとくと余計なことしかしない上に界隈の害にしかならんからぶったたかれてるだけで。リアリティって作中において説得力があるか、辻褄が合っているかとかいうニュアンスでリアルとはまた別物なんじゃないの。それでいいなら別にないわけじゃないし、決めポーズ的な見え張るのは多いと思うな。かっこいいわ正義。シード以外って出撃時にポーズ決めたりしないの？シードだって別に出撃ごとに見えを切ってるわけじゃないぜ。ダブルゼータとかやってるじゃん。アニメじゃないと言いながらバッチリポーズ決めてるのいるし、もろもろすっ飛ばしてもエピオンの初変形あたり見たら気絶するんじゃないかな。ダブルオーライザーも大の字ポーズが印象に残ってるし、こういうシーンってむしろ大事だよな。劇場版ダブル O の劇中劇でシードっぽい決めポーズ出てきたのテンション上がった。大使のご登場シーンね。いや確かフラッグじゃなかったっけ。そう、フラッグ的な機体が登場して見栄を切って撃墜された直後くらいに大使が登場した謎のアルバ改造機みたいなのに乗って。やっぱやってるよな。なんか上の方でもシードがリアリティよりヒロイックとか見栄とか重視って言うけど、他もやってるしって、ヒロイックっていうのも主人公組のありさま見てるとアメコミ的なヒーローって意味ですか。というか戦争とそれに巻き込まれて戦わざるを得なかった民間人と人を殺すこととの向き合い方とか極限状態での行動とか、活躍したけど活躍したせいで戦後の扱いがあれとか精神がぶっ壊れたとか、昔ガンダムが評価されてるリアリティってそっちだったと聞くし、ロボットはスーパーよりって教わったな。それでいいならキラはなんならシードデスティニーの間もずっと壊れかけながらギリギリのところで戦い続けたんだよね。新メンタル得てないアスラン、メンタル得てないキラ、メンタル得てないラクス、メンタル得てないカガリ、メンタル得てない、そんな子たちがさらに神経すり減らして戦ってたのがシードデスティニー。うん、このあまり見に行きたいとは思えないポスター。レーザーっぽいもの全部乗せ全部っぱみたいのは好きだよ。そういうところは武骨とは離れてるかもしれん。何かしらのゲームとかやったら似たことするんだけどね。頭からビーム出すのは、オーラでビーム弾くのは、主人公がニュータイプの能力で巨大になるのは、重量は割と現実準拠だぞ。堂々と歩こうとしたら自重支えきれずヘニャヘニャと崩れ落ちていくおっちゃんみたいか。わしの燃料がサラダ油だったなんて。ビームコンフューズとかいきなり叫び出すのがリアルなのか。なんか飛び火させそうな画像で申し訳ないけど、リアリティとか泥臭さを欲しがる人がこれについてどういう感想を持つのか気になる。無理な改造も必要なく必要に応じてすぐ外せるし、案外合理的なんじゃない？ロボの方は頭のセンサ部分に合わせるんだから、もっと大きくごつくしていいでしょ。中身のセンサが人間の目の形で2個ついてるわけじゃなかろうに。人間と同じく水平に2つついている可能性もあるぞ。その場合両目視差を利用すれば近距離の相手ならレーダーやレーザーを使用せず距離を割り出せるメリットがある。この理屈は極端な話 SF そのものに対しての煽りにもなるから、純粋にミリタリー系見てればとしかならんよね。
創作におけるリアリティって劇中世界で示されてる常識や法則であって、リアリティの有無は描写がそれに整合するかどうかだと思うんだよね。ガンダムの名を冠してるからって他のシリーズ作品のリアリティの基準を頭に入れたまま別の作品見たらそやリアリティないように見えるよ。口径 120mm のザクマシンガン数発でやられチバーになる世界戦のガンダムはリアルだった。レーダーのミョルニルを振り回してアサルトシュラウドのフルバーストを防いだのはかっこいいけど、せめてエネルギーをまとって防いだ描写は欲しかったわ。この手のリアリティとやら現代目線で技術的に可能って話なのか、技術面は置いといて戦争するのにその武装は合理的かみたいな話なのかわからない。宇宙空間で最適な機動兵器の形状なんてまだわかってないだろうしな、意外と人型兵器がそれの可能性もないではないかもしれんし、まあ見る側は好きかっていうもんだ、好みの問題もあるしな。オカルトパワーでなんとかする宇宙世紀はリアルなのか。正直リアリティより戦隊ロボみたいにファンタジーな方が今のロボットアニメにはいいんじゃない。今回は以上になります。動画制作のモチベーションになりますので、動画が面白かったと思う人は高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ハイグレードリメイク城に対する反応集をお送りします。でもリメイクされたらハイグレードビルドカスタムになるのか。これダブル O の続編やるっぽいから、その時マイティフリーダムみたいにフォーマット一新されるんじゃない。シード放送時からハイグレードコズミックイラストライク発売、シードデスティニー放送時からハイグレードコズミックイラインパルス発売の時間の流れ考えたら、本来はダブル O リメイクとっくに始まってておかしくないはずなんだけどな。むしろダブル O 自体の人気は高いし、エクシアも全体的に見れば人気ある主人公機なのに。インパルスはともかく、ストライクくんのリメイクのきっかけはビルド系主人公機のベースに選ばれて、そこからパーツ約輸入できたって事情があったし、それまではパーフェクトストライクが出たタイミングですら旧ハイグレードのままだった。ダブル O 関係だとエクシア引っ張り出すよりダブル O ガンダムベースに色々吸った方が新しい展開が作りやすかった問題があるからな。さすがにダブル O もリメイクするなら構造一新されるだろう。その際はセブンソードとか、あとビルドシリーズの派生もリメイクをですね。色分け以外に構造面のどこを新しくすればいいの？シードアクションを移植かな。ぶっちゃけわざわざ箔付けに固有名つけてるだけで、構造自体は最近のハイグレードじゃどれもやってるから弱いな。肩のケーブル、股関節のデザイン、 GN ブレードのマウントの仕方とか、バンダイもリニューアルするのに苦労してそうだなという印象を受ける。やってることは水星とかビルドシリーズの直近のキットでやってるしな。10年前の話ではあるが、ハイエンド商品のメタルビルドでも股関節周りの可動と GN ブレードのマウントのバランスに苦心してそうだったし、最新技術でどうなるか。股関節はバーザム方式が活かせそうだけど、スペース不足なので凹凸を逆にする互換性をなくす選択肢が強度的にも一番現実的かな。なんならエントリーグレードで出てもいい感じのボリュームになりそうだしな。エクシア初代ガンダムフルウェポンパッケージくらいのボリュームでいけるでしょ。エントリーグレードは肩のケーブルどうする問題がね。じゃあいっそこうしよう、開き直ってリペア2仕様でエントリーグレードを出す。エントリーグレードであの細かい色分けは無理じゃ。ストライクの方とかガンダムの腰の部位とか乳角部の黄色とか、びっくりするような色分けやってきてるし、バンダイの技術ならやってやれないことはないと思うんだけどな。いや、青や白に関節色のグレーと GN コードの薄いパープルと GN コンデンサーのクリアグリーンが細かく配置されてるから、無理少ないパーツを複雑に造形すればいい。ストライクとかとはわけが違う。ケーブルの関係で二の腕がロールしないのだいぶ珍しいよね。ロール軸が肘のすぐ上にあるから、他の機体のハイグレードみたいな構造にできない。一部の宇宙世紀系の機体のように前腕にロール軸をつけることもできないし、デザインを崩さず股関節を横にも広げたいならこういう感じが無難な気がする。そういや、キュリオスのコンテナは結局販売されなかったな。ハルートの GN ミサイルコンテナが同形状だけどサイズが少し違うんだっけ。少しどころか相当違うよあれ。キュリオスのコンテナめちゃくちゃでかいんだよね。変形後のガニ股にぴったり収まるサイズだから。ハルートがちょっと大型化してるっつってもそれでも大きさの差がすごいからな。エクシアてか GN 機はハイグレードで GN ドライブかっこよく作ってほしいな。ビルドのあれみたいに、アメージングエクシアみたいなやつ。多分ダブルオーダイバーアークかな。伸縮機構、色分け、ホログラムシールとあれは至れり尽くせりだった。デキーとはいえ今見ると構造古いからな。ダブルオーのプラもこの間倉庫から出てきたジェノアスくんだけど、エイジキットですらちょっと古いなと思ってる自分がいてビビるが、エントリーグレード化はダブルオーガンダムのが楽だろと思う。
それはまあそう、ただきっと構造的に00は最悪そのままでも未だに組み替え遊びに使えるからリメイク優先度は低そうでな。エクシアは肩のデカさや角が長い点もダメだし関節がアカンは可動範囲もパーツの保持力も組みやすさもさすがに今の目で見ると古い。00やクアンタあたりから培われた技術の進化入ってるハイグレードエイジ1あたりと比べたら雲泥の差。エクシアはなんか00で動きがあって何かしら新商品出るたびにデザインが微妙に変わるからね。後の商品だと初期設定画とだいぶ変わってるハイグレードリメイク来たらそれに合わせた設定画になるだろう。稼働範囲が旧ハイグレードストライクあたりの時代からそこまで変わりないからな。00 1機のガンダム勢。いやそっから1機、2機の間でとんでもねえ技術的ブレイクスルーが起きすぎて多少進歩してても気にならないレベルって話でもあるんだが。とりあえずリメイクするならこのデザイナーが高準拠の造形にしてくれディテールとかは省略でいいから。ブレードのマウントを股関節じゃなくリアスカートの端にアレンジしてほしいなって選択式にしたり、マウントした状態で足全然動かないんだよな。今エクシアのガンプラ買うならどれがいいんだろう。リアルグレードはサザビー以前だから色々と緩いし足の可動域狭すぎだし。リアルグレード抜くとマスターグレードくらいしかないんでね。それ以外だとでかいパーフェクトグレードかより古くて微妙なキットファーストグレード、ハイグレード、100分の1、60分の1しかなかったような。メタルビルドとかもあって商品化は恵まれてる割に絶妙に微妙やなエクシア。普通にパーフェクトグレード一択。パーフェクトグレードは約2万円なんだよな。メタルビルドよりは安いとはいえさすがにポンと出せる金額じゃないしでかいからスペース取るし。金額もスケールも指定しない方が悪い。しかしエクシアがリメイクされたとして今のご時世じゃリデコ系はどれもプレバンいきそう。まあ00時代がいい意味でリデコ系バカスカ出しまくってた恵まれてた時代だったってのもあるしな。で00系は後から派生出したもんだから完全版商法云々言われて買い控え起きた結果。劇場版最終決戦仕様あたりがリアタイだとできらなかったみたいだが。劇場版機体ってそんなに売れなかったのか。まあジンクス4もハイグレードでは時間かかった上にマスターグレードもなぜか4だけスルーされてたし。ちょっと待ったらテレビ版仕様みたいに最終決戦仕様出るんじゃね？ってなったからね。その結果ガンプラの売り上げが思ったほど伸びなかったせいで結局最終決戦仕様が出なくて結局メーカーもユーザーも誰も得しなかったみたいな話。ちなみにその話に何かソースあるの？関係者のインタビューとか劇場版のプラモが売れてなかった印象なんて当時全くなかったけど。エクシアは金型が過労死すると言われるくらいリデコ品出てたしビルドケイトトランザムカラーはプレ版でもイガリペア2くらいは一般で出してほしいな。エクシア系はアストレアまで含めてほんといっぱい出たよな。しかもビルド系でさらに2つ増えるし。ハイグレードエクシアはできよかったんだけど大小グレードがポロポロ落ちるのと手に取って動かすとわかるけど剣多すぎて邪魔だなってなるのよな。贅沢言わないから水星ハイグレードぐらいの出来で十分なんだけどな。水星は水星で簡略な構造で稼働確保、色分け再現するために結構な技術使ってるんだよね。エクシアの割と細身の体格と色分け再現するのに水星くらいのポリキャップレス関節多様かつ細かい分割構造はマジで生きてくると思う。映画のキット売れなかったからなんて話はほぼ嘘だよ。 F91 以来の完全新作映画ということでそもそも映画でのガンプラ商売の仕方も固まってなかったからか。映画公開日の前後まででハイグレードキットは全部発売しきってたしマスターグレードのクアンタや映画の円盤の発売もすごく早かった。予定してる商品展開やりきって次のエイジ始めようっていう進め方。自分なりの分析を3行でまとめた。1エクシア以前の機体のデザインは箱型の胴体や腕がベースで細かい関節部分までは決まってないものが多いので商品化の時にアレンジが効くしアレンジしても違和感が少ない。200以降の機体のデザインはプラモの分割や商品化等も考慮した上で初めから作られているので破綻せず設定通りプラモ化できる。酸素の狭間にいるエクシアが一番大変で、下手にアレンジして簡略化した関節デザインにすると不評を買う。設定画通りにするとコストや稼働範囲で今求められてる基準にするには難しい。でも本当にエクシア大好きだからハイグレードリメイク頼むぞバンダイ。今回は以上になります。動画制作のモチベーションになりますので、動画が面白かったと思う人は高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。さてミニッツミッションズを語ろうに対する反応集をお送りします。ついにフルアーマー強化タイプが来たか。旧式化した機体を強化武装でアップデートするのいいよね。ご友人ミルクプースもよろしくお願いします。
色違いアルトも憂い、ついでに X777 アルトとそれについてるオプションパーツも憂い。というか全部売れマジでないんだよオプションパーツ。安心してください、年末に出る限定フォレスケーリでまた心臓オプションパーツ増やします。 X777 アルトといえばフルアーマーにプレ版限定だった X777 アルト専用パーツがついてくるという至れり尽くせりっぷり。こんな感じで他のプレ版機専用パーツも何かしらの形で一般で入手できるようになってほしいわ。フルアーマーアルトみたいな新しいバリエーション機のボーナスパーツとして出す気なんだろうね。むしろそれがあるからオプションパーツ欲しいんだよ。指揮官機の胸とかブースターとかそれについてる型の脚部延長パーツとかフルアーマーアルト顔が地味めだから助かるけど、いっそ全部揃えるならプレ版の再販待った方が早そうな。やつい、やフルアーマーアルトの素体が青み強めになってるからプレ版のやつと混ぜるの想定されてる気がするんだよな。実際公式作例だとフルアーマーのお約束、頭には追加アーマーが装着されてないフルアーマーアルトも、このパーツがついてきてるおかげで顔パーツまで乾燥強化するフルアーマータイプにできるという開発スタッフの粋な計らい。アンダーアーマーもあるとか割と凝った構造してんな。プロト号用を思い出す穴開き具合だな。まあプロト号用は同じデザイナーだからさもありなん。アーマードコア6ミプレイだけどナイトフォールは割と欲しい。積みプラしちゃってたが最近の新作なベルデノバの出来はどうだい？一箱でめちゃくちゃ遊べるらしい。ベルデノバが2体目のサーティミニッツミッションズのキットだけど個人的には満足。頭部が3種類に組み替えれるのが好き。ネイビーだとアルト空戦タイプとミキシングしたらめっちゃ遊ぶ幅広がりそう。バイロン軍の機体と思えないくらい洗練されてる。バイロン軍はもっと武骨だったはず。ザク、ドム、ゴッグと来て急にギラ動画が出てきたイメージがある。ライフルのパーツの成形精度が低くて銃口までぴったりパーツがあってくれない背負い物基本のくせに胴体のボールジョイントが設計からして緩すぎる。胴体前面のアーマーパーツが相当取り外しにくい。 3mm 軸が長すぎるっぽい。腰背面に 3mm 穴開いてるけど斜めになってるせいでまるで使えんジョイントとしてはよほど長い 3mm 軸じゃないとちゃんと接続できない。首元のケーブルが邪魔で頭部を横に向けられない。黒い成形色のハンドパーツやジョイントパーツが嬉しい。あまり言われていない気になった点はこんな感じ。アーマードコア6以外だと来年頭はフルアーマーアルトで今年の年末は小型化変機か。来月はライダーヘルム風頭部ビーム等装備なアチェルビーのバリエが出るぞ。最近ハマった身としてはポルタノバ用装備以外の初期に出たオプションを中古でしか見たことないので再販をお待ちしています。アーマードコア6武装セットは本家サーティミニッツミッションズでもミキシングしたいからもっと売ってくれー。アルト指揮官用もベルデノバみたいな発展が正してほしいな。その場合バイロンのどの機体が仮想敵になるのかね。あとはオプションセットで新しいサイドアーマーや刀装例のみたいなのとか。エグザビークルだと年明けに土台っぽいやつが出るな。そろそろ新しいカスタマイズヘッドを何とぞ。スピナケオナイトめちゃくちゃ完成度高くない？通過いじる方が難しい。スピナ系は割と全体的に総連合、バイロンのワブイすら分解してパーツにしてしっくりくる機体群だけど、スピナなんかのマクシオン系は素体はちょっといじりにくくて巣の素体にアーマー装着で個性出す平成ライダー感あるんよな。ラビオットのオプションウェポンに付属してる邪魔だ春型の剣を4つ集めて十字手裏剣みたいにしたい人生だった。フルアーマーアルトは塗装は組み替えしたマイアルトをフルアーマー化できるのが最高だと思うんですよね。うんうん、だからいい加減にアルト部分抜いてオプション部分だけ売ってくれよう。後々極地型アルトパーツ有用したエグザビークルみたいにオプションとして単発発売が来るかもしれない。いい加減にっつってそもそもこの商品発表されたばかりで発売すらされてないやろがい。いやいや空中戦仕様とか今までのアルトプラスアルファ商品からずっとだよ。アーマーの構造的にフルアーマーラビオットとかもいけそうだし敵のアーマーをダッシュして装備したポルタノバのフルアーマー仕様とかも作りてえ。そうして他の機体のフルアーマーが欲しいとなるのでオプションセットフルアーマーが欲しくなるのであった。なんなら中間アーマーだけでも欲しいんだよな。アチェルビーのツインテールやポニーテールには一体どんなタクティカルアドバンテージがあるんだ。まさかデザイン性に全振りってわけじゃないだろ。マクシオン軍の開発担当さん、マクシオン、我々は真面目に戦争をしているんだ。性癖に真剣に真摯に向き合っているんだ。ナイトフォールと戦友と同時にライトニングバスターと空が UF が襲いかかってくる事実に震える俺はこの先戦えるのか。サーティミニッツシスターズの武装用に買ってたら何か割と増えてるし、なんならミキシングできちゃうくらいになっちまったよ。アルトとポルタノバは作中世界観的にもう片落ちになりつつある感じなんだろうか。
アルトとポルタが一番普及してる感じで一世代前の機体としてシエルノバとバスキーロットっていう太い根ってのがある感じ。シエルノバってポルタノバと同時期に開発された第三世代機じゃなかったっけ？型番がシエルノバの方が数字小さいから全世代機ベースになってるのかもね。せやね。しかしこういうインスト読むのもまた楽しいやつだ。サーチミニッツミッションズ。しかしてそうなると連合の第4世代機のラビオットほぼ互角っぽいシエルノバの性能やばいな。地球があるとより旧式を出してきたんだからバイロンも旧式を出そう。スピナティオとスピナティアは新作あるなら中華風の携帯出てほしいな。武者と騎士とコマンドと来たんだから次はやっぱ中華だよな。ジャスティスファイ。ハイランダー。スピナティアのプレ版まだ来てないから派生として中華風アーマーとかいけそうではある。仮面ライダー幽玄みたいないかにもってのが欲しい。侍やナイトはよくあるけど中華武将風のロボってのも結構珍しいし。エネルギー武装についてる中国刀を持たせたくなるな。そういえば形式番号だとエスポジットよりラビオットの方が新しいのな。最近ハマり始めてるけど楽しいね。アチェルビーエが可愛いしエロくていい。他作品だけどベータとかバジュラみたいな生体兵器っぽいのも欲しい。既存機体とミキシングして生体ロボ作りてえ。サーチミニッツファンタジーの方でクリーチャー出してくれたらいけそうなんだけどな。クモメカに曲面装甲を組み合わせたらそれっぽいの作れそうだけどね。シスターのヘビーアーマーとかリーパーアーマーとか。ゲルトローターを四脚にクラブマンハイレッグとか好きなんだよな。タイヤ周りの接続処理うまいな。いつか参考にさせてもらおう。レベルノバを初めて見た時ボディがマッシブだから頭部がヒロイックな機体が来ればサザビー的な指揮官機っぽい機体になりそうだと思った。ベルデノバを初めて見た時ヒロイックな頭部だからレベルノバのボディにぴったりかと思った。でも試しに頭部を入れ替えたらバランス悪い。最初期のポルタ指揮官アーマーがあれば顔サイズ的にはバランスいいのかもしれんな。それこいつをブラッシュアップして最初からキットに付属させたようなやつがベルデノバ指揮官ヘッドだし、一般発売の再販もっとバリバリやってほしい。カスタマイズを主眼に置いてるシリーズなんだし、いつでも店で好きなパーツを買える状態にしてなんぼだと思うの。まあガンプラのビルドシリーズでも同じことずっと言ってるんですけどね。俺よく投げ売りされてるし再販自体は結構されてるイメージ。人気キットとそうでもないのの差が激しいだけで、問題は本体じゃなくてオプションパーツ類なのじゃよ。特に袋売りだったアルポルの最初期のカスタマイズアーマー類やカスタマイズバックパックあたり。わかるぞ、オプション欲しいよね。今回は以上になります。動画制作のモチベーションになりますので、動画が面白かったと思う人は高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。